Inzwischen ist Hiromi-Furuta alles andere als isoliert. Sie hat Kontakt zu vielen hundert Flüchtlingsfamilien und erfährt große Unterstützung der lokalen Bevölkerung in Miyazaki. Sie ist ständig bemüht, ein Bewusstsein und Akzeptanz für die Flüchtlinge des Super-GAUs zu schaffen. Oft spricht sie auf Veranstaltungen und in den lokalen Medien ist sie schon eine bekannte Persönlichkeit. ですね。 避難されてる方がいるっていうのは知らない人もたくさんいるんで、そういうのをすごい前向きに伝えれたらいいなと思って記事書きますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。地元のテレビ局でテレビ宮崎の報道に所属してます岩切と申します。皆様方が抱えてらっしゃる問題あるいは不安をですね、メディアとしていかに伝えていって風化させないことがやはり重要じゃないのかなと、今日改めて感じました。ウミガメの卵について書かれた新聞記事はたくさんありますね。いっぱいあります。その1枚じゃなくて、例えば副代表の宮下さんが短歌の歌人ということで、これは今年のお正月のすごく大きな記事ですね。自主避難者の人が宮崎でこれだけ広がってるとかつながってるっていうのは、こっちの方だ、九州ぐらいまでだと記事とかで出るけど、その自分たちのふるさとである東日本の方までは行かないですね、なかなか。そうですね。でもこれはその、共同通信さんって言って記事を書いて、多分いろんな新聞社にこう買ってもらうっていうか、なので、結構いろんなところに行ったの。福島でも、載せてもらったので、私たちみたいな存在を知ってほしいし、やっぱり宮崎の人にも原発のことだけじゃなくて、どうしてこういう世の中になっちゃったのかなっていうのを、やっぱりみんなで考えれる世の中にならないと何も変わらないと思ってて、だからテレビってやっぱり一度にたくさんの人たちに発信してるね。おじいちゃんから子供まで、男の人も女の人も。ウミガメの卵はそんなになんかこう神経質なヒステリックな集団じゃないというか、はい。やっぱりそのあとは一歩避難したくてもできない東日本に取り残されている人たちの気持ちを思うと、やっぱりこちらでこう楽しく優しく明るい発信をしていくことで、その人たちの何かの支えになったり、気持ちこういつでもこっちに来ていいんだよっていうのができればいいかなと思って。東京上野方面行きが参ります。本州の県から来場者の方のご乗車いただけます。皆様のご理解をご協力をお願いします。Kontakte von Hiromi Furuta reichen bis nach Tokio. Hier sprach ich mit einer Mutter, die gern nach Miyazaki evakuieren würde, aber wegen ihrem Mann in Tokio bleibt. Ich traf einen Vater, dessen Frau und Kind in Miyazaki sind und der seinen Job in Tokio nicht aufgeben möchte. Name wa Miyano Mika desu. 12歳と10歳の男の子がいます。ウミガメの卵は夏休みにそのつなげてくれた人につなげてもらって初めて宮崎の空港に降り立って、宮崎なんて何の縁のゆかりもない宮崎空港に降り立って、もうポツンってその家族3人だけで全然見知らぬ土地なんだなと、もう急にすごい不安が襲ってきて、その時にウミガメの卵のヒロミさんの方から連絡をくれて、とりあえず明日九州電力宮崎支店に行くけど一緒に行くみたいな感じで、私も何が何だか分からないままに、とりあえずじゃあ行ってみようと思って。すみません、飛び入りで参加してしまいました。私は東京から、一時避難で夏休みを利用して子供2人を連れて東京北区から参りました宮野と申します。これから先のことを考えたときに、
皆さん、もちろん宮殿、九州電力さんだけの力でお願いしますというんじゃありません。私たち市民も、私も東京からですが、この運動を始めたいということで。夏に去年宮崎にいた時に、無理って子供と私と全部検査してもらって、甲状腺がなんか今現在も何もなかったとしても今現在のデータが欲しいと思って検査してもらったら、その時子供たち2人とも選手用甲状腺腫っていうもう出てて、血液検査は異常なかったんだけども、なんかこうプチプチってちっちゃいのができてるって言われて、主人や学校やあとはその主人の両親にも検査結果を伝えたし、子供のそういうデータだったりとかを見たら主人も心が動くだろうなってずっと思ってたんだけども、でもお医者さんが経過観察でいいって言ってるし、すごく絆が強くて、お父さんだけ東京に残って子供だけ宮崎で暮らすっていう選択肢 もう最初はずっとそればかり考えてたし、そうなるって思ってたんだけど、私の思いはやっぱり家族一緒に納得して、主人も主人の両親もみんな一緒に安全なところに行けるならいいんだけども、その思いはずっと3月の時から今になっても、消えないし、毎日だから寝る前にそのことを考えて、あ、もうやっぱり明日飛行機に乗って宮崎に行こうとか喧嘩になっちゃう。その話またでも行けばいいじゃん、母子で東京にいて動けないならできるだけのことをしようって言って、そのお野菜 もう3月、去年の3月からずっともう顔の分かる京都 その昔からお野菜作ってるお友達って紹介された人とか、あとは顔の分かってる宮崎の、串木の人からこう野菜を取り寄せたりとか、もう神経質なぐらいお部屋を掃除してた時もあったけども、できる限りのことをすればできるはずだって。京区に住んでいる、哲郎と言います。これがあの家族の写真です。子供は今あの5歳の男の子です。あのユーロと言います。3月11日に、地震が起きて、でその後福島の原発事故が起きて、でそれで、3月の15日にやはりその原発事故の影響がよくわからないと、であのすぐには危なくないかもしれないけど、特に小さい子供にとっては5年後10年後に影響が出るかもしれないっていう判断をして、まずはあの妻の実家の宮崎に妻と子供を避難させることをあの、決めました。あの例えばテレビとかのマスコミは、大丈夫というふうにあのその時はこう言っていましたけど、あの例えば奥さんの友達とかいうところで、あのやはり、福島は本当は危ないんじゃないかということを聞いていて、私の実はあの職業は金融のコンサルタントでリスク管理が専門です。でリスク管理というのは常に最悪の状況を考える。であのそういった状況がわからないときは常に悪いこと、一番悪いことを考えて、で今回の場合は子供を一番に考える。ですぐに影響がないかもしれないけど、5年後10年後に影響がもしあるかもしれないと判断したので、それであの子供とあと妻をその宮崎に避難させるというあの決断をしました。で私の方は仕事があるので、すぐに東京を離れることができない。それであの、休みを取ってあの宮崎の、妻と子供に会いに行くという生活をこの1年間ずっと続けています。であの将来的には私もやはりもうたとえ職業が変わっても東京を離れて
宮崎に行って、で一緒に生活したいというふうに思ってます。でただなかなかその友人のそのと話していても理解を得られない、東京は本当は危なくないんじゃないかと思ってる人たちも多いので、理解を得られないことも今でも多いです。それはその近所の仲がいいお友達とかに、ベビーがまだ生まれたばっかりの友達もいて、もうとにかく逃げてって言ったけど、本当にその近しい人だけね。でもなんか何言ってるのっていう、みんないるし大丈夫だよ。多分普通の人はもう全く普通に日常を送ってるし、相変わらずテレビではバラエティばっかり流れてるし、普通に思わされてる、普通の毎日。まあ今までの経緯があって、その原発が福島に作られましたけど、その福島の作られた電気っていうのは実はこの首都圏の東京で使われています。ですので我々はその、まあ、被害者でもあるんですけど、同時に福島の人たちにとっては加害者だと思ってます。宮崎は大きな産業とかはないとは思うんですけど、ただ綺麗な青島とかの海もありますし、あと山も霧島とかいうのもあるので、とてもだから自然に恵まれた生活しやすいところだと思ってます。なので子供を、小さい子供をその育てるにはとてもいい場所だと思います。宮崎にいる間は夏も冬もうすごいよくしてもらって、麹島に連れてってもらったのもひろみさんだし、元旦の2012年の元旦にいる間にも麹島にまた連れてってもらって、元旦の麹島の海に子供たち入ってなんか暖かかったから、宮崎の空もすごい、全然こんな東京の空と違って、もう曇ったって思ったら晴れて、晴れたと思ったらまた雨降って虹が出てみたいな、生きてる感じの空がすごいすごい素敵だなって思って、なんかすごい宮崎にいると生きてるっていう感じがするの。なんだろう。また宮崎で待ってます。はい、行きますよ宮崎皆さんにもよろしくお伝えください。伝えます。ありがとう。ありがとう。藤田秀則、33歳です。藤田和子です。年は33歳です。宮崎には去年の8月に来ました。で、僕の地元は福島県の郡山市というところで、震災後すぐにやっぱり放射能の影響で安心して生活ができないと思って、すぐに福井県の方に避難して、でサーフィンしたくて宮崎に移住しました。福島に行っても畑をやってたんだけど、これからこう畑を作るのもちょっと難しいし、サーフィンするのにも海入れないから、どんどんこう前向きに考えていったら、移住した方がこう役目で福島に何か食料送ったりとかできるのかなってだんだん思うようになって、私は移住をだんだん決意していって。宮崎はすごく気候も良くて、もうで食べ物も美味しいし、すごい最高のとこに来れてよかったなと思ってます。川も海も豊かで、山も近くにあって、で風も気持ちいいし、もう海岸線走ってるだけでもう南国な感じが大好きで、もういるだけでなんかハッピーみたいな。
3人乗りで3人乗りとっても面白かったんだけど、よかったよかった、トリオです。マーティン家です。こちらクミコ、サイカ、ロス、もう一人いるんですけど、息子さん2歳半なんですけど、長男ユキナガです。こんにちは、ユキナガ、say hello。 しぶきたけしです。妻のあけみ、息子2歳のかえりです。花で、2歳で、もう一人上に4歳の男の子空がいます。宮崎に来たのは5月の上旬です。はい、もともとはどこに？もともとは茨城県です。福島と県境になってる町です。昨年の8月に、千葉県から、こちらの宮崎に、妻の母親の関係でが実行地に家があるので、来ました。去年の3月15日に福島県いわき市を出ました。で、とりあえず車に詰めるだけの荷物を積んで飛び乗って福島空港に行って、その後、羽田に飛んで一泊して、それから宮崎の空港に着きました。だから16日に着きました。旦那の、実家が宮崎の日南市だったので、とりあえずも逃げれるところだったらどこでもと思って来ました。子供がまだその時1歳だったということもあるので、放射能による、内部被曝の問題ですとか、自分たちの住んでるところがもう高いっていうのはちょっと不安ですよね。子供が1歳で歩き始めて、葉っぱとか落ちてる葉っぱとか石とか拾って口に入れたりとかするのに、そこに見えない放射能がついてるっていうのが、常に不安な日々を送っていたので、そういったことで、宮崎に実家があるということでこちらに来ました。爆発があって、と思ったんですけど、2回目の時に僕出かけたんだけど、帰ってきたらまだ爆発あったよって言われて、またけと思ったんですよね。それからもう出るべきだなと思ってて、何人にも言われたんですけど、いや日本人って逃げることしないんだって言われた。それは理由がないと思ってるんですよね。とりあえず今まだみんないるんですよね、向こう。人それぞれですよね。だってみんな同じ情報とか手に入れるからさ、判断ね、人によって。でも我々から見ると、うちらの見てる情報って自分聞け、なんでそのまま子供一緒にいるのはちょっと理解できないですね。できます。やっぱりね、兄弟とか親はまだ福島にいるんで、会いに行きたいっては思うんですけど、でもこの子たちを連れて戻れるかどうかっていうのは、やっぱり戻りたいっては思わないです。宮崎はどうですか？もうすっごいいいところ。避難してくる時はやっぱりすごく精神的にもうしんどかったんですけど、こっちに来て人と自然にすごく癒されて、おかげで元気になったっていう感じがすごくします。やっぱり子育てするには最高の環境だと思ってます。とりあえずちょっと兵庫県の方に主人の友人がいたので、そちらの方に避難、1年間近く避難していました。どういうところがいいかなと探したんですよ。それで何か所も気にしたんですけど、縁が綾町があったんですよ。お住まいと偶然に仕事も見つかったんですよ。はい、だから綾町になりました。どうですか、綾町はとても好きですね。はい、やっぱり茨城に住んでた時と同じような
同じように緑がいっぱいで、とても子どもたちにもいい影響かなと、とてもいい住みやすい環境でとても嬉しく思っています。私、宮崎県綾町の町長を接かってます前田稔です。綾町は自然が美しくて、人情味が高くて、そして、いろんなですね、生活環境は整っておりますので、そういう町にぜひお越しください。 Ein Ausflug in das Städtchen Aya, gleich neben Miyazaki City. Die Gemeinde mit etwa 7000 Einwohnern ist in ganz Japan für ökologische Landwirtschaft bekannt und auch bei den Fukushima-Flüchtlingen sehr beliebt. Hiromi Furuta macht hier ein Praktikum auf dem Bio-Bauernhof Hayakawa. Kyono Kadai wa nan desu ka? Kyou wa brokkoli no shuukaku to kore ga owatta ra hakusai desu. Mainichi nanka umigame no tamago no koto ni owarete. Denwa ga kakatte kite, meiru ga kite tte iu mainichi nanode. Jibun no kimochi no rifureshu to ka ni mo natte iru ka na to omimasu.こんなにいっぱい葉っぱがついてちょっとかわいそうなんですけど、こんなに一生懸命こんな太くなってこんな感じ。お、ニコ。Yuri Hayakawa gründete vor 20 Jahren den Bio-Bauernhof Hayakawa。安心安全っていうことと、おいしいお野菜が食べたいっていうことからスタートした農園ではあったんですけど。Tatkräftig unterstützt Frau Hayakawa die Fukushima-Flüchtlinge. Heute organisiert Umigame no Tamago einen Bio-Landwirtschaftserlebnistag auf dem Hayakawa-Hof. Das geerntete Gemüse wird als Spende in die Fukushima-Region geschickt. Auch Hiromi Furuta wohnt mit ihrem Sohn in Aya. Schon mehrmals hat sie in ihrem Haus neu angekommene Flüchtlingsfamilien aufgenommen, solange bis diese eine eigene Wohnung gefunden hatten. こっちが広くて、板の間で結構ね、広いから、ちっちゃいベビーマッサージの会とかヨガとかも少しできる、集まってできるかな。あれだから今一緒に子供さんが来てるので、あんなお風呂もこんなおむつとかもちっちゃい子の布おむつとか、布おむつですね、うん、頑張ってますね。あとそのみんなでやっぱりこう他のお母さんたちとかとこう子どもたちがこうお互い助け合ってこう一つの屋根の下で協力し合って育てる環境が、まあ多分息子のためにも私と二人きりで暮らすよりはいいんじゃないかと思ってくれたみたいで買ったんです。いい買い物できたんじゃないですか。え、僕はそうですね、はい、感謝しないとです。あとこれに段ボールでこう積まれてるのが支援物資って言って、あの地元の人からの寄付のもの、お皿とか、まあこういうとこにある野菜とかもそうなんだけど、野菜とかも近所の人が今持ってきてくれたりして、あの比較的お金を使わないで済むような生活が皆さんのおかげでできて。Die Tore von Aya stehen offen für die freiwilligen Fukushima-Flüchtlinge. Heute trifft sich Hiromi Furuta mit dem Bürgermeister, um ihm von dem Flüchtlingsnetzwerk Umigame no Tamago zu berichten und ihn zu einer Gesprächsrunde einzuladen.
その集まるっていうことをなるべく続けるようにして、今も40回、今日午前中南宮崎だったんですけど、42回目ぐらいの交流会で、延べもう800家族以上の方たちが参加されてるんですけど、このセシウムの問題というのはみんな不安がありますから、まあ、私は先ほど福田さんもおっしゃったように、人の、そのセシウムに対する放射に対する捉え方というのは、まあ、非常に格差があるんですよね。男女と性男と女でも違うし、子供でも違うし、でもやっぱり心配だという人は、それでは綾町でですね、安心して暮らしていただきましょうということの提供というか、その気持ちはしっかり受け止めて努力せにいかんと私は思ってるんですよ。ちょっと思ってるのが、よかったら町長さんとか向井さんを囲んで、移住者との懇親会がちょっとできたらいいなと。いや、もうそれはぜひですね、ぜひ連絡してください。一緒になってですね、せっかく綾町を評価してきていただいた方々に、上の印象を与えないように、その気持ちを持続していただくような環境づくりにはやりますから、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。何かの地元の子どもの権利条約とかの何か関係でちょっとお話をする機会があって、呼ばれた時にそこにこう座ってる人たちの顔がバーってあって、で見た時に、あの人も知ってるし、この方も知ってるし、この方にも声かけてもらったし、この方にも助けてもらったしっていう人がたくさんその場にいて、1年前は誰も知らなかったんですけど、もう放射能の問題からだいぶ離れてる。自分が被災者っていう意識は全くない。去年の今頃は被災者意識がバリバリにあって、私は放射能原発のことのせいでこうやってこっちに来たんだっていう被害者的な意識がすごい強かったんですけど、本当つなぎ役っていうか、本当に避難してきて自分が被災者だって思ってる人たちがまだいっぱいいるし、あっちでまだ東日本でこっちに来たいと思ってる人たちもいるから、そういう人と宮崎をつなぐつなぎ役っていうか、架け橋役というか橋渡し役っていう立場なんだなっていうのがだんだん見えてきたのが、多分ここ2、3ヶ月、1年時間がでもかかりましたね。おお、来ましたよ、これが木崎浜です。今日はどうもありがとうございます。ここは、宮崎市飛行場から、南へ大体5分ぐらいのところですね。場所は祖山寺、木崎浜といいます。ここに毎年赤ウミガメさんが上陸してくれます。昨日ちょうど赤ウミガメさんが卵を産みに来ました。ちょっと赤ウミガメさんの足跡を見てください。やっぱり全ての生き物さんが生きるを感じてる、僕は生きたいんだと。だからやっぱり海の近くでは産卵しないですよね、卵を産まないですよね。その理由は、私が産んだ赤ちゃんたちが死んでしまったらいけないので。赤ウミガメは人間さんの先生です。卵のために安全な場所、自分の子供を守るために、自分の子供が一番大事なんだと、自分たちの仲間が一番大事なんだと。ここに卵を産んだということがもうお母さんが守ってるということですね。やっぱり東北の皆さんたちもお母さんもお父さんもですね、子供たちは自分で守るんだ、子供たちにいい教育を、子供たちに全ての最善の環境を与えたいと思って宮崎に来たと思います。宮崎に来れば絶対大丈夫です。どんな子供も元気になります。どんな子供も立派になります。宮崎に来てくれてありがとうございます。Die Meeresschildkröten von Miyazaki suchen die Flüchtlinge vom Fukushima-AKW-Unfall den sichersten Ort für ihre Kinder. Die Entscheidung, für ihre Kinder freiwillig ihre Heimat zu opfern, ist eine gewaltige Anklage gegen das japanische Atomdorf und ein Symbol einer neuen Zivilcourage in Japan. Möge ihr Mut und ihre bedingungslose Liebe zu ihren Kindern der Grundstein sein für ein neues Japan, eine neue Welt, in der moderne Menschen in Einklang mit der Natur existieren. あやの隣の国富で生まれました。国富町生まれ、こんなに田舎の自分のふるさとの近くで、もう日本のいろんなとこからみんなの仲間たちが集まってきて、すごく新しい風が
綾野町にも吹き始めたのを感じています。サンシャイン、あなたの笑顔はサンシャイン。Shine.